はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の規則性シリーズ第6弾をお送りします。で、今回はこの問題やっていきますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、規則性、これもね、かなり久々のに撮影してるんですが、規則性の問題のポイントとしては、やっぱり一番はルールをちゃんと理解できるかっていう、やってることがやっぱ複雑なことが多いので、その理解からまず始めます。で、今回は長方形を使っていて、長さが A と B ですね。で、まあ、縦のが短いっていう条件がついてると。で、その時に、長方形の紙から短い方の辺を一辺とする正方形を切り取るってうんちゃらかんちゃらってやっていくんですけど、多分読むよりやった方が早いので、一回画面引きます。ちょっとお待ちください。よいしょ。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとこのまま行きましょうか。これちょっと使いますね。図のとこで例にもなってるんですが、例えば3センチ4センチっていう長方形だった場合、3の方が短いですよね。まあ、縦が短いっていうルールは、まあ、決まってるので、縦が短くなると。じゃあ、一辺が3センチの正方形を切り取るんです。だから3、3で切り取るから、まあ、この辺かな。こういう感じで。これは 3×3 の正方形をまず1個切り取りましたと。そうすると、今度ここが1センチ残りますよね。1×3 になります。短いのは1の方です。だから、1×1 の正方形を切り出すと。で、1×1 はそれ以上、ちっちゃくできないので、こんな感じで、1×1 が3つできて、結局 3×4 の長方形から始まると、正方形の種類は2種類。で、正方形は全部で4枚、抜き出すとか切り取ることができますよっていう。まあ、こういうことをやってるんだというのを理解しておいてください。いいかな。で、1番は、じゃあ A が4、つまり縦が4です。ここが。で、横が6。この時に、この操作を行ったら、できた正方形のうちで最も小さい正方形の一辺。つまり、これだったら、1が一番短いですよね。ちっちゃい正方形の一辺は。で、1って答えになるんですけど、この時はどうですか？やってごらんっていう問題。で、やっぱり、こういう規則性だったりすると、難しく見えるんですよ。だって、俺も見た時難しく見えたもん、子供で。あ、めんどくさそうだなっていうふうに。ただ、問1から問4まで合って問題が、半分は基本的に簡単なはずです。受験本番の時もそう思っていった方がいい。半分は簡単でしょって、難しく見せてるだけなんでしょっていう心持ちで解くようにしてください。いいかい。で、これも実際みんなも今書いちゃってるけど、その問題用紙とかに書く、自分でこういう問題書いた方が早いです。で、ルール通りやっていきましょう。縦4なんで 4×4 をまずね、この辺かな、 4×4 の正方形を切り抜くと。そうすると、ここが2になるんだよね。2×4 になるから、今1があって短くなるんだけど、短い方の長さ、今だったら2の方が短いね。2と4だから。こっちの長さで切り取んなきゃいけないルールだから、2×2 で、こうやって切り取りますよね。ここから 2×2。で、切り取ったら、上も 2×2 の正方形になるから、つまりこれ以上短くすることはないですよね。だから、こう図でわかるように、一番短い正方形の一辺は2センチメートルとなって、これで終了となります。一番に関してはやってるのは書いただけだから。図をね。で、2番です。2番は今度 N が出てきます。もうこの時点でやべってなるかもしんないけど、実はこれも図で勝負すればそんなに難しくはない。まあ、この中では。もちろんね、4番の、4もの中ではね。で、A、縦が N、横が 3N プラス1です。で、ここで大事なのは、書いてる途中であることに気づけるかどうかなんですけど、で、結局その時に、正方形を全部で何枚できるか、N を用いて表しなさいです。N を用いてね。ちょっと黒を変えますね。こっちにしよう。太い方にします。N で、まず 3N プラス1、ちょっと長めですかね。ちょっとあえてと切らずにこういきます。このまま行かせてください。N で横 3N プラス1。で、縦のが短いので、まず N で切り取りますよね。これが、N。
N×N です。そうすると、こっちに残るのって、N を引くから 2N プラス1ですよね。3N プラス1から N を引いただけです。ってことは、まだ N があるので、まだ切れるんです。N×N が。ここにまず気づけるかどうか。これも N です。だから、こうやって。で、こっちが今 N また1個取ったから、N プラス1残ってるんですけど、まだ N のが短いので、N×N、ちょっと伸ばしますね。この正方形がまだ切り取れるんです、こうやって。N×N が3枚切り取れる。そうすると、ここで N プラス1から N 取っちゃったんで、ここがポイントだね。ここが1になります、今。1。で、縦は N ですよね。こうなってる。で、あっちでもやったように、片方が1になったら 1×1 で切るしかないんですよ。つまり、1×1 で、こうやって、まあ、正方形切りますよね。切るんですけど、縦が N ってことは、これ全部 1×1 です。1×1 なんですが、何枚できますかって話なの。で、この青の部分が全部で N 枚できるよねっていうのが、気づければ、OK。なぜなら、もし縦が2だったら 1×2 で2枚でしょ。これ 1×3 だから3枚なんだよ。1×N だから N 枚できるはずなの、この部分は。N 枚。で、こっちは絶対に N×N は3枚しかできないですよね。3N プラス1って固定されてるから3枚しかできない。つまり、ここは3枚で、ここが N 枚できるのがわかるから、答えは N プラス3枚と。これが答えになります。これは図ですね。図をルール通りしっかり書ければたどり着けるっていうタイプの問題。いいかな？で、3番です。で、3番は、このある彫刻の紙に対して操作を行うと、3種類の大きさの異なる正方形が全部で4枚できましたと。だから、これとかと違うんでね。これ2種類しかできてない。これも2種類だね。これも2種類なんですけど、3種類できましたと。で、一辺の長さが長い順に 12XY です。です。Y の正方形が最後2枚できます。この時、XY、連立方程式作って求めなさいと。で、途中の計算式も書けよというタイプの問題。で、これはですね、まず、その3枚できる図を書けるかどうかが非常に大事。ちょっとこれ消しますね。なので、まあ、そこから行きましょうと。で、ちょっと4番もね、板書結構使うんで、詰め詰めで申し訳ないんですが、まず、3枚切り取るバージョンはどういうバージョンかっていうと、ここで一番大きいのができるわけ。こういうタイプね。一番大きいの1個できます。そしたら、1枚1枚2枚っていうパターンなので、次に、中ぐらいのサイズが、ここに2枚目ができるんです。これが大です。大、中。で、小が2枚だから最後。ここに、小が2枚できる。このパターンです。これが気づけるかどうか。3番は。で、これさえ気づけちゃえば、一番大きいやつが12って言ってるから、あとは書き込んでいくの。12でしょ？ここ12なんだわ。で、次の中のやつが、一辺が X って言ってるんで、ここ X で。ここ X なんでね。で、最後の一番ちっちゃいのが Y って言ってるんで、ここ Y。で、ここも Y で、ここも Y なんでね。こうなる。じゃあできました。連立どうやって作るんですかって言ったらもう図でやっていけばいい。例えば、もう縦と横の話をしてるんだから、縦で言ったらこっち縦12でしょ。こっちの縦って X 足す Y じゃんか。当然同じだよね。だから、縦で考えれば、X 足す Y イコール12と式ができます。で、横も同じです。上を見ると、12プラス X です。下はこう書き忘れたね。ここ12でしょ。12プラス 2Y です。だから、12プラス X イコール12プラス 2Y。あ、もちろん12を抜いてね。X イコール 2Y って分かればそっちでもいいんですけど、一応ちゃんと書きます。最初はね。で、こうなる。で、あとこれ連立解きましょう。あ、これ同じか。これだと同じになっちゃうんだ。申し訳ねえ。
こうやって同じになっちゃったので、あ、同じになってないや。ごめん。テンパった。12プラス X イコール12プラス 2Y ね。勘違いしました。で、上の式は X プラス Y イコール12で OK。で、まぁ、12これ切っちゃうと、X イコール 2Y なんだよね。まぁ、代入法でやった方が楽かなとは思うんですけど、X イコール 2Y。まぁ、あと、加減法の方が好きだったら、これを 2Y を左辺に持ってきて、X マイナス 2Y イコール0にして連立解いてください。まぁ、代入法は簡単なんでね。X のところに 2Y 入れると、2y プラス y イコール12なんで、3y イコール12だからね、y イコール4と出てきます。4。で、それを、まあ、ここに入れれば、x イコール8も、すぐ出てくるので、答えとしては、x イコール8、y イコール4で、これで終了となります。ごめんね、途中ちょっとうってなっちゃったけど。さあ、ボスです。4番行きましょう。これね、なかなか4番は手強かったですけど、個人的に。で、4番やってることはですね、B が56と言ってます。つまり横は56は決まってるんです。で、最終的に A を出します。で、操作を行った時に、3種類の大きさの異なる正方形ができます。さっきみたいな感じ、大中小って3種類できる。ただし、5枚です、全部で。5枚できました。で、その時、考えられる A の値をすべて求めなさい。来ました、すべてです。ってことは、答えが複数書いてあります。複数。まあ、2個か3個、高校受験ならね、4個はなかなか来ない。まあ、複数回答ある。なので、これもどう攻めたかっていうと、自分は書き出しました。その、3種類で5枚できるパターンを全部想像とか作るしかないと思ったの。でも、闇雲に書いていってもしょうがないでしょ。じゃあ、どう考えたかっていうと、結局、大中小っていう、まあ、上と同じね、考えて言うと、その3種類を5枚で分けるから、例えば5っていう数字って311のコンビか221のコンビしかできないんですよ。5って数字を振り分けると。今0はダメだからね。1以上の数で作らなきゃいけないから311か221なんです。ただ311の中でも、3の場所が変わるから131もあるし、113もあるし、で、こっちも同じです。1の場所が変わって、212か122のパターンもある。でも6パターンしかないんです。じゃあこれ通りできないかなって考えたの。例えば311で行こうと、大きいのが3枚です。3枚作った後に中小が11って絶対起こらないんだよね。だって中小11だったら同じ大きさにならなきゃいけないから。だからありえないと。これはあ、おかしいなっつって、で大が1、中が3、小が1でしょ。これ中が3とかなって、小が1って絶対作れない。もしくは、中が縦に来ることもあるんだけど、小が1だと、これも中と小が同じ大きさになるから作れないんだよね。あ、じゃあこれもおかしいと。で、113です。まあね、あえて消してるからちょっと察しがいい方は気づくかもしれないんですけど、113は、台が1なんですよ。書きます、ちゃんと。台1。で、中はちっちゃいサイズで、1が来ます。で、さっきと違くて、小を、ちょっとごめんね、細長くなっちゃったけど、3つにすれば、113のコンビは作れるなと。これ1個目なんですよ。これ1個目。これ OK なの。OK ね。じゃ、そのまま頑張っていきましょう。221行きましょう。221は、台が2、で、中が、2で小が1になっちゃうんだよね。これはできない。で、この中小のところが、中が縦に2個並んでも小が1って中と小が同じ大きさになるから起こる、ありえない。だから作れないと。で、自分さっき解いた時もこの順番で、炙り出してったんですけど、ここまでで1個しか見つかってなかったからもう焦ったよね。これ作れなかったらどうしようと思って。答えは絶対複数回答あるの分かってるから。じゃあ212いきます。まず台が2です。いいでしょ。で、中が1で、小が2って、これいけますよね。大、中、小ってこういう。これで212が完成。OK と思ったよね、この時にね。2個いけたから。でも、あと怖いのは、2個いけたから答え2個かもしんないし、こいつが入るか入らないか微妙だから、ちょっとしっかりやろうと思って。で、122です。で、122は、大が1です。で、これちょっと気をつけなきゃいけなくて、
中をこう並べると小が同じ大きさになっちゃうんだよね。あ、じゃあ中と小同じ大きさになんなきゃいけないから、これ罰じゃん、できないできないって一瞬思ったんだけど、さっきも言ったように中は縦に並ぶことができる。こういう風に中中みたいな感じでね。だからちょっと待って、この大きさとまずいか、もうちょっと大きくします。あんま変わんなかったね。台をこうして中中って並べて小小にすればいけるんだよね、これね。台の中2個の小2個です。ってことで、この3パターン見つけることができたから、じゃああとはさっきと同じように解きゃいいやと思いました。 XY 使ってね。で、どうやるかっていう、例えばこれでいきましょう。自分がやったのはちっちゃいやつだ、大きい長さよりちっちゃい長さを置いた方が楽なので、まあここの中の一辺を X、 小を Y で置きました。こうやって、そうすると何が起こるかっていうと、ここ X ですよね、 X になって、ここが Y か、全部 Y になります。で、あ、違う、間違ったごめんなさい、これでやったんじゃねえや。で、結局最初連立解いたんですけど、連立3パターン解くのめんどくさいなと思って、一番ちっちゃいのを X って置き換えたんです。こうやって置き換えた。そうするとちょっとちっちゃくてごめんね、ここ X なんで、ここ3つ分だから 3X ですよね。つまり中の一辺がこう 3X になるんですよ。 3X で、当然ここも 3X なんで、足すとここが 4X になるんです。こうやって、もう一回いきますね。一番短いの X って置いて、3つあるから 3X、 つまりここも 3X で、ここも 3X だから、足すと縦が 4X って。で、そうすればここも 4X です。で、与えられてるのは横が56ってことは分かってるので、 4X と 3X 足して 7X、 これが56なら分かってるわけ。ってことは 7X イコール56だから、 X イコール8です。ただ、今、求めたいのは、?8? あ、いいんだね。8だね。56だよね。あってあって。8なんで、縦の長さなんですよ。今。X を出したいわけじゃなくて、縦の長さ。だから、4X って今なってるんで、4×X で、X イコール、32か。これが1個の答えになります。で、同じように全部やります。一番短いのを X って置く。と、中がここは 2X になります。そうすると、ここ全体が 2X と X で 3X になります。だから、まあ求めたいここは 3X です。で、ここが 3X が2個あるから、全部で 8X なんです、今。横がね。で、8X イコール56です。横が56は絶対変わらないから、今。で、これ解くと X イコール7。で、求めたいのはここです、縦。3X を求めたいから X を7入れてあげて、これは21です。ラスト、一番短いのを X にします。そうするとここが 2X ですね。で、ここが2、ここが2、ここが X なんで、全部で 5X です。縦はここも 5X、 ここも 5X、 つまり横が 5+2 で 7X なので、56X イコール8。で、今求めたいのは縦 5X イコールが求めたいんで、8を戻して40となります。今出てきた縦の長さ全部確認すると、21と32と40なので、答えは21、32、40となって、これで終了となります。なかなかですよね、これね。なかなかだと思う。でもね、いい問題です。個人的にはすごくいい問題だと思ったので、まあ、目指してる高校のレベルとかによって、4番とかは正直、絶対できなきゃとは思わないです。思わない。ただ、途中でも話したように、もしみんなが、あまり数学が得意じゃない子がね、受験本番でこの問題が見たときに、下手すると全部捨てる方もいるかもしれない。でもやっぱり2番まではね、これは取ってほしいです。ちょっと難しいけど、これに関しては。まあ、1番は絶対死守だよね。とは思うので、あ、こういう風にやってくんだっていう何かのヒントを掴むだけでも構わないので、何回か復習してもらって、ぜひね、自分の解くべきところまではできるようにしてもらえたらと思います。では、今回はこの4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。